ケビン・マイケル・マク・ヘールは、アメリカ合衆国の俳優、ダンサー、歌手である。フォックス放送のテレビドラマ、グリー、グリーのアーティエブラムス役で知られる。コミコン・インターナショナルにて、テキサス州プラーノにて生まれる。俳優になる以前、マク・ヘールは、クリス・ストークスによって見出された、アメリカの男性 R&B グループ NLT は、グループの解散を宣言した。 マクヘールはテレビシリーズのグリー、グリーにおいてアーティ・エイブラムス役を演じた。アーティはマッキンリー高校グリークラブの一員で車椅子を使用している。車椅子に乗った役ではあるが、マクヘールは熟練したダンサーであり、撮影中に音楽に合わせて足を動かさないようにしているのは大変だと語った。グリー、グリーでのマクヘールの最初のソロは第1シーズンの9話目。 グリーブの車椅子体験記におけるダンシングウィズ・マイセルフだった。第1シーズンの19話目、夢を諦めるなにおいて、マクヘールは空想上のシーンで、座席フティダンスに合わせて車椅子から立ち上がって踊り、ドリーム、エイリトル・ドリーム・オブ・目を歌った。マクヘールはメガネなしでは滅多に人にアーティ役だと気づかれないため、 様々なショーやイベントなどの人前に出る場所では役を象徴する特徴的な黒縁のメガネをかけている。2018年に自身が同性愛者であることを SNS 上で明かしている。ありがとうございます。